うなちゃん全員集合、集まれー、うなちゃん集まれー。はい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 、いらっしゃいませ。本日僕の影武者を3人集めました。まあ、インクの色でね、ちょっと今分かりやすいと思うんですけど、まあ、ところどころ俺と見た目を変えてもらって、ほぼ似てるんですけど、ほぼ似てるんだけど、見た目を変えてもらいました。まず右の子は肌の色が違います。はい。で、俺の隣の子、右隣の子は、これは、これなんだ？あ、目の色だ。目の色が違います。はい。で、一番端っこの子は、眉毛の形が違います。まあ、これ言われてみたらさ、あ、なるほどってなるじゃないですか。とっさに、これ言われると多分難しくて分かんないと思うので、あ、ちょっと本物を視聴者にこれから当ててもらうために、間違い探し、企画を今からやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。やろうぜやろうぜ。紛らわしいとは思いますが。はい、ということで、4人がポジションにつきました。これでね、選んでくれると思うんですけども、まあ、本物のうなちゃんはですね、左から2番目の、私が、本物です。他は偽物なので。いや、これ来るかな？来てくれるといいな、俺のところに。ちょっとわかりやすいよね、これ。眉毛一人違うし、並ぶとわかるわ。並ばないとわかんないけど、並ぶとちょっとわかりやすい。すごい、握手会待ってるのに誰もお客さんが来ない状況になった。恥ずかしい。あ、来た！あ、初めてのお客さん来た！初めてのお客さん来たよ！悩んでますね、これ。悩んでますね。ちゃんと見極めてるよ、なんか。どれがそうかなって。どれが本物のルナちゃんかなって。ほら！あ、みんな来た、みんな来た。あ、俺の、あ、すごい！俺の前に2人並んで、熊耳の子が、あ、眉毛太い子のとこ行ってない？なんか、あれは、迷ってる、迷ってる。意外と迷ってるぞ、これみんな。ファイナルアンサーかな、これは。ファイナルアンサーかな、どうだ、どっちだちょっとなんかさ、自分の意思がさ、ない子がいる。やっぱ眉毛の子とさ、色黒の子は選ばれなかったね。それでは、正解の方を、発表させていただきたいと思います。正解は、僕です正解は僕です。二人正解、そして、間違えた二人は、こちらです。あーあはははは、二人は正解です。本物のうなちゃんを見極めることに成功いたしました。ありがとう、ナイス、そしてありがとう。